ゲイゼルはソ連で建造された小型ミサイル艦である。艦名はロシア語で完結船という意味。2009年現在、ロシア海軍バルト艦隊に在籍する。ゲイゼルは1987年12月21日にレニングラードプリモルスキー造船工場で寄港した。工場番号では第81号艦と呼ばれ。 12341号計画型小型ミサイル艦の14番艦であった。同年12月30日付でソ連海軍に登録された。1989年8月28日には浸水、同年12月27日に竣工1990年2月28日にソ連海軍バルト艦隊へ編入された。ソビート連邦の崩壊により、 1992年7月26日をもって正式にロシア海軍所属となった。1999年にはスウェーデンのカールスクルーナへ実務上の寄港をした。2006年7月22日から8月8日にかけてはキールウンガを通過してドイツのブレーマーハーフェント・バーネメンデを訪問した。2007年にもスウェーデンへの親善訪問を実施した。 2008年には、デンマークのオーフスやポーランドのグディニアを、親善訪問した。2009年現在、同系艦のズイーピ、リーベニ、パッサー等と共に、第106小型ミサイル艦小艦隊を構成している。テンプレート、1234型小型ミサイル艦。ありがとうございます。